皆さんこんにちは。今日もフィリピンパラワン島プエルトプリンセサからお送りしています。今日もですね、いただいてるメールを、紹介していきます。メール読んできます。まこさんこんにちは。初めてメールさせていただきます。いつも動画を楽しく拝見させていただいております。そして遠い異国の地フィリピンの美しい女性に夢と股間を膨らませ儚く散っていく日本男児の武勇伝をいつもああと思いながら聞いています。はい、あれずいぶん長いメールですね。さて私の相談事です。彼女ができました。フィリピン人ではなくてインドネシア人です。私は52歳、もうすぐ53歳になる自営業者（建設業）です。13年前に離婚して現在は一人暮らしを謳歌しております。住まいは神奈川県で、休日はサーフィンしたり単車を転がしたりして楽しんでいます。大きな現場が終わるとタイミングが合えば数日間休みが取れるので、バリ島へサーフィンをしによく行きます。去年3月コロナ明けで3年ぶりに海外旅行へ行けるようになり、1週間ほどバリ島へ行きました。昔から付き合いのある現地の友人にモバイル Wi-Fi のギガ追加のために連れて行ってもらったコンビニで彼女と巡り合いました。コンビニの店員さん、もちろん最初はただの店員さんで若い子がいるんだなとしか思いませんでした。好きも嫌いもありません。その後ホテルから近かったので何回か買い物に行き、日本から持って行ったお菓子をあげたり飲み物を買ってあげたりしてました。いいなと思ってたんですね。9月に10日間ほど行きました。彼女私のことを覚えてくれていて嬉しそうに笑ってくれました。相変わらず日本から持っていたお菓子をあげて飲み物を買ってあげました。レジで買い物をするとき嬉しそうにしてくれるのですが、東南アジアの女の子特有なシャイな一面があり、おしゃべりはあまり得意ではないようです。12月に年末年始を含めて2週間近く行きました。いつものように日本のお土産を渡し、飲み物を買ってあげたりして普通に過ごしていました。帰国する少し前に私から一緒に写真を撮ろうと言って写真を撮りました。撮った写真を送ってあげるからと言って SNS を交換しました。帰国間際、空港で水を買うと高いので最後の買い物にコンビニに行きました。空港まで送ってくれる友人の分を含めて 500ml を2本、チップを含めて細かいお金を入れて、日本円に相当するとね、2000円くらい渡したら、そんなにいらないと言って100円分だけ受け取ってくれました。日本へ帰国してからほぼ毎日のようにメールしました。彼女は20歳、現在は21歳。首都のあるジャワ島から出稼ぎのような形でバリ島に来ているようです。お父さんは以前事故で亡くしてしまい、ジャワ島にはお母さんとすでに結婚している兄がいるそうです。彼女の給料は約2万6千円です。アパートの家賃5千円、バイクのローンに5千円、お母さんの仕送りに5千円、残りの1万1千円で生活しているようです。ちなみに4月に昇給して今は月々2万8千円です。お金が足りなければ送るよと言ったら、お金はいらない。働けるうちは自分で頑張りたい、自分の力でバイクのローンを返したいと言われてしまいました。ただ2回だけ送金しました。1回目はスマホが壊れてしまい、コンビニに置いてある店舗共有のスマホから連絡が来ました。修理代に6000円かかるので、給料日まではこのスマホから連絡するというのです。修理するならどうせまた壊れるから新しいのを買いなさいと言って、3万円をWU から送金しました。でも彼女はまだ使えるからもったいないと言って修理しました。2回目はバイクが故障した時です。この時は友人にコンビニまで送ってもらい、修理の手続きをしてもらいました。バッテリー交換ついでにオイル交換もしてもらいました。全部で約8000円ぐらいでしたが、直接友人にコミッションを含めて2万円を送金したので、彼女へは1円も渡っていません。今年に入り3月に1週間ほど行きました。その時は彼女はホテルへ来てくれて泊まっていきました。スマホの修理代は後から給料で補填したと言い、全部戻ってきました。そのお金は今後また同じようなことがあるかもしれないから予備費として持っておくようにと言いました。旅行中は仕事を休んでくれてずっと一緒に過ごしました。フ
フェリーに乗って離島に泊まりに行ったり、ホテルのプールでのんびり過ごしたりしました。彼女は普段かなり節制した生活をしているので、少しでも高いレストランに行くと、高いと言って、安いローカルの店へ連れて行ってくれます。安くてうまいなら路上の屋台でもいいのですが、一応日本人なんで普段彼女が行けないような高いお店も連れて行ってあげたいんです。ショッピングモールへ行き、ユニクロへ行きました。インドネシアでユニクロといえば、現地人はほぼ買わないような高級店になります。フィリピンではどうなんでしょうか？同じです。ユニクロとか H&M とかね、モールにデカデカと入ってますから。彼女は嬉しそうに服を選び、上着を一点だけ手に取ったので、もっと買えと言って、スカートや T シャツ、下着など数点買いました。4月末から連休を含めて10日間行きました。彼女は飛行機に乗ったことがないというので、片道1時間弱の離島へ1泊2日で行きました。乗るときは緊張で石像のようになってましたが、着陸したら満面の笑顔で喜んでくれました。帰国前の最後の2日間は彼女のアパートに泊まりました。エアコンがなくて扇風機で寝ました。中古で1000円で買ったというボコボコのマットレスで寝てるので、彼女が仕事に行っている間にこっそり新品のマットレスに交換しました。仕事から帰ってきた彼女はびっくりしながらとても喜んでくれました。長い前置きになってしまいましたが、孫さんに質問です。今までの部分前置きですからね。私と彼女は30歳以上の年の差があります。実際にフィリピン系 YouTuber の方でも年の差婚の方は誠さん以外にもおられますよね。東南アジアの女性は年の差あまり気にしないのでしょうか。インドネシアはイスラム教国家で一夫多妻制の国です。60歳の方が16歳の子と結婚なんてこともあるそうですが、実際は親の策略だったりします。もちろんお金です。私の彼女はお金を欲しがりません。もちろん I have a problem なんて聞いたこともありません。チップを多く渡しても戻ってきてしまうような子です。後日聞いたら普段はコンビニでチップを置いていく観光客はあまりいないらしく、金額が多くてびっくりしてしまったそうです。素直に受け取れなくてごめんなさいと言ってました。私のスペックはというと身長172センチ。長年建設業で働きサーフィンもしているので太っていませんし、腕が太いとよく言われます。あげてもいません。まだふさふさです。と言っても52歳。それなりに見えます。彼女はマレー系の浅黒い子で、私の皮膚は黒い黒い。と言って、日本人の白い皮膚が羨ましいそうです。イエローだよ。と言ってますが、身長150センチ。あまり化粧もしないらしく、ジャガイモのような子です。とてもシャイな子で、現地の友人や日本人の友人が一緒の時は、ほとんど喋りません。まるでお地蔵さんです。でも二人の時はよく喋ります。彼女とのコミュニケーションは英語とインドネシア語混ぜこぜで話します。彼女はいつも私のくだらない冗談で笑い、いつも笑顔で頑張り屋さんなので一緒にいて心地がいいです。でももうすぐ棺桶が見えてきそうなこのおっさんが彼女の大切な人生の時間を使ってもいいものか悩んでいます。彼女のお母さんとテレビ電話で少し話しました。本人がいいなら気にしないとおっしゃっていましたが、お母さんはもちろん私と同年代です。もし将来結婚となれば、厚生年金や遺族年金の手続きはするつもりです。そうすれば一生安泰で暮らせると思います。今後彼女と付き合っていくにあたって懸念もあります。今はお金を欲しがらない子ですが、そのうちお金を使うことに染まっていくこともあるのでしょうか。あれが欲しい、これが欲しいと言い始め、I have a problem が来るのでしょうか。そうならないためにはどのようなことに気をつければいいでしょうか。長いメールになってしまい申し訳ありません。誠さんやリスナーさんの意見を聞かせていただければと思います。神奈川県に住む T と言います。普段ライブ放送の際にコメントしておられる方とは違います。言っちゃっていいのかな、前。竹本さんと違いますとか言ったんだけど。ちょっとね、長いメールでしたけど、いいですね。こうやってね、ゆっくりゆっくり、ね、時間をかけて知り合っていくのはいいですよね。去年の3月に最初に出会って、で、9月にもいて、12月にもいて、で、次に行った時に、
関係ができたのかな。関係つったらね、いやらしいけどってことかな。あんまり焦らないでね、このいいおじさんっていうのをね、やっぱり、うん、印象付けるっていうのがね、いいですよね。だからこの、やっぱりね、この水商売のこう相手とかだとね、これがね、物言う世界だからね。携帯が壊れたり、バイクが壊れたりとかね、お金を送ってあげてりしてると、まあ、お金と言わないいい子だということですよね。4月に最後に行ったのかな？連休含めて10日間ってね。ベッドのマットレスも買ってあげた。あ、質問のとこね。私と彼女は30歳以上の年の差があります。実際にフィリピン系 YouTuber の方でも年の差婚の方は孫さん以外にもおられますよね。東南アジアの女性は年の差はあまり気にしないのでしょうか？いえ、気にします。絶対若い男の方がいいです。東南アジアの人はやっぱりね、その他の外国、東南アジアの国から見ての先進国の人っていうのはやっぱりお金を持ってるっていうのがあるっていうのが、これ絶対にありますから、そうじゃなきゃ、だって20歳の子だったら22、3の男性の方がね、いいに決まってんじゃないですか。インドネシアはイスラム教国家で一夫多妻制の国です。うん、インドネシアはね、そう、イスラム教国家、9割ぐらいがイスラム教国家って言ったかな。でもね、バリ島はね、また違うんですよ。あのね、バリヒンズー教が逆にね、9割なんですね。約9割。で、バリヒンズーって独特でね、もともとのヒンズー教にちょっとね、仏教がミックスしたような独自の仏教で非常に面白いんです。でね、ベサキ寺院って言ったかな、山の上にある寺院なんかもあるんだけど、そこにね、年に一回その、みんながね、お参りに行くんだけれども、ほんとね、高知に行くとね、住んでる子の顔が違うの。スーッとしてて、インド系の美人みたいな感じかな。だからその、バリヒンズーは、海辺はね、不浄の地って呼ばれてるんですよ。で、インドみたいなちょっとね、カーストみたいなのがあって、だいたい海の近くはその身分の低い人が住むんですね。で、身分の高い人は、高地に住む。でね、土地を買うにしても、ここの身分の人はここじゃなきゃ買えないとかあるんですよ。僕昔ね、トライしてね、買おうとしたことがあったんだけど、その彼女のね、うちはあそこのエディーな買えないって言われてね、そういう説明をしてもらったんだけど、すごく面白い国ですね。独自のこう、文化があるっていうのかな。嫌いじゃないですね。まあもちろんね、その外から来た人たちに、その自分らの宗教を押し付けようとかそういうこともないですしね。うん。あ、でもね、この子は、ね、ジャワの方から来てるからイスラム教。そうでしょうね。うん。そのね、お金の問題ね。その子は、もうフィリピンの子もそうなんだけど、お金って言いたくない。まあもちろんね、外国人金持ってるっていうのは分かってるけれども、露骨にお金っていうのは言いたくない。で、なんでそういうのが出てくるかっていうと、これ家族なんですよ。だからその子が、ここにこの彼女がいますね。自分がここにいる、彼女がここにいる。このバックグラウンドと呼ばれるその家族がやっぱり、うちの娘が外国人と付き合ってるんだったら、ちょっとここで困り事があるから、あなた、この男に頼んでよって言って、この子が板挟になって困ってしまうというようなケースもかなりあります。だからその、この、その家庭、家族がね、どういう子か、どういう家庭かというのによって、それは随分違ってきますね。うん。あ、サーフィンしてる方なんですもんね。うん。いいですよね、健康的でね。彼女はマレー系の朝黒い子で。ああ、ね、確かにね。うちのマリアもね、色黒いって言ってて、僕が白いしていいなって言ったけど、いや、ほら、フィリピン人に別に色白いの求めないよって言ったら、海行ってガンガン焼いてましたけどね、最初の頃ね。身長150センチ、あまり化粧もしないらしく、じゃがいものような子ですってひどいな。土はついてないでしょ。ああ、他の人がいるとね、シャイで喋んなくなる。うん、はいはい。慣れるとね、結構ペラペラ喋る子なんかも多いんじゃないかな。うん。ね、笑顔で頑張り屋さんなので一緒にいて心地いいです。いいじゃないですか。
でももうすぐ棺桶が見えてきそうなこのおっさんが彼女の大切な人生の時間を使ってもいいものかと悩んでいます。僕の方がよっぽど棺桶近いですからね。いいんです。だからその棺桶、これ露骨な話ね、あなたがいろいろ彼女にしてあげて、例えば結婚して打ち勝ったりするんじゃないですか。あなたが棺桶入っちゃった後とか残るものがあるから、行っちゃった後でもね大丈夫なんですって考えるとなんか辛いでしょ。でもその彼女がね、自分がいなくなった後、自分が去った後でも苦労なく生活していけるように、また生活の術がね、その身についてると、そういう風になってればねいいですよね。うん、彼女のお母さんとテレビ電話で少し話しました。本人がいいなら気にしない。うん、まあそうですよね。あの逆にね、その同じインドネシア人で怠け者の男とかだとね、どうしようもないですからね。バリで思い出したけど、バリはね、もうワヤンとイワヤンばっかりでね、これメールいただいたことわかると思うけど、そのうちの長男全部ね、ワヤンなんですよ。だから、僕最初にね、バリで友達できた時に、その、マーケットで彼見つけてね、ワヤンと大声で呼んだら、通りにいたかなりの人が振り向くんですよ。長男。長男と呼んでるわけですよ。で、日本で言えば、あ、ちょいと兄さんみたいな感じかな。で、長女の場合は、イワヤンというのね。ちょっとそんなの思い出したんだけど。お母さん同年代。いいんです。お母さん、お父さん、年下とかへのも多いんで。将来結婚となれば厚生年金やね、年金ね。うん、一生安泰で。懸念がある。その子、そのうちお金を使うことに染まっていくことがあるでしょうか。それは生活のレベルがあなたが結婚してあげてあげれば、そのレベルに合った生活をしますよね。うちの場合でもそうです。あの、昔は、付き合い始めた頃は、路肩で売ってるこのグリーンマンゴー、インディアンマンゴーという、このぐらいの大福餅よりちょっと大きいようなグリーンのマンゴーがね、10個ぐらいあって20ペソで売ってたんだけど、果物っていうとね、果物って言ったらそれを買いに行ったり、海の帰りに買ってたりしたんだけど、今はやっぱり生活のレベルぐんと上がってるわけじゃないですか、一人でいた頃より。だからフルーツスタンドによって食べたいフルーツをいろいろ買ったりとか。だからって贅沢って言うのって言ったら、これ違いますよね。だって僕らと一緒にいる、やっぱり住むうちだってエアコンのついてるうちに住んでたりとか、車があったりとか、生活のレベル上がってるんだから、上がればその生活にいれば染まります、慣れますよね。これはこれはね、責めることではないですよね。うん。だお金を使うことに染まっていくって言ったら、なんかちょっと無駄遣いするように思うかもしれないけれども、その生活のレベルに応じてじゃないかな。ただね、その時に、なんていうのかな、やっぱりね、自分がその生活してたこのクラスよりちょっと上に上がるわけじゃないですか。そうすると、やっぱりね、自分がちょっとでも上に上がるとね、こう見栄を張りたいとかそういうのが出てくる子だと、じゃないといいですね。うん。まあ、厚生リスナーさんの意見を聞かせていただければと思いますね。あの、皆さん、何かね、あったら、ちょっとね、コメントで送ってください。でもいい出会いですよね。こうやってゆっくりゆっくりね、何回もこう通って。うん。でもコンビニでチップやるって最初からいいと思ってたでしょ？いいんです。だから、この子いいなって目つけたら、何気なくね、優しいいい客っていうのをね、印象づけるように通ってって言ってね、焦らずにっていうのが、こういうね、いい子に会うやり方かな。やり方っつったらいやらしいか。ね、楽しくうまくいけばいいですね。今日こんなね、メール紹介しました。あの、皆さんのね、コメント。お待ちしてます。この方ね、読んでいただけると思うんで。うん。面白いね。いろんな方のメールいただいてね、楽しんでます。今日この辺で失礼します。